どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続きモンタナスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。で、先日こちらの11月のプレゼント企画の玉沢のグローブを、使って撮影の方させていただいたんですけど、まあ、僕磨くと言ったじゃないですか。で、今ね結構逆光だからあんまり汚れが目立たない風には見えるんですけれども、まあ、汚れているということなので、黒土のグラウンドでやったのでキャメルのグローブなんで、少し汚れが、出てしまうのでちょっと磨いていこうと、汚れ落としなりちょっとツヤ出しとかも、できたらなといったところで、でモンタナさんに来たらまあ見たことないものがありまして、そちらオイル使っていいということだったのでちょっと使わせていただければなと思います。はい、そのオイルが、はい、こちら見てください。ドクター K。 そうですよ、ドクター K のグローブお手入れセットって言ったらいいのかな。まあ言っちゃえばそうですね、箱に入っててこれ一つで全部賄えるよみたいなオイルとなっています。はい、じゃあまず簡単に一個ずつ、僕も初めて見たのでしっかりと説明できるかどうかちょっと怖いですけども、まずこちらすごい高級そうな容器に入ってますよね。こちらが汚れ落としクリーンって書いてありますよね。はい、汚れ落としです。まあ言っちゃえばレザーローションみたいな感じで、中もこういった液体に近いのかな、本当にザ・レザーローションみたいな感じのオイルです。匂いも石油系の匂いであれに近いです。 Z とかホワイトベアさんのレザーローションにすごい近い匂いがします。で、次こちらが、はい、モイスチャーと書いてあって、あれですね、保湿とかなのかな、だから顔で言ったら化粧水みたいな感じで、中にスクワランとかが入ってるのね。そうですね、やっぱりしっとりとさせるようなオイルです。はい、でこちらがまあどっちも同じような感じなんですけれども、こっちがシャインツヤ出し用のオイルに、こっちがグリップ、まあ滑り止めですねのオイルとなっています。後ろ見たら、どっちもスクワランが入っていたので浸透性もすごくいいのかなって思います。なので肌の手入れと一緒ですね。まずこれ汚れ落とし、洗顔をしましょうと。顔の汚れを落としましょう。グローブの汚れを落としましょう。まず洗顔です。はい、じゃあ洗顔終わったので、今度はこれを使って化粧水で、肌に潤いを与えましょうと。はい、グローブに潤いを与えましょう。で、最後がオイルのお化粧ですね。最後にしっかりと与えた潤いの上から化粧をして、まあ、グリップを、与えてあげるとか、こちらは、ツヤを、まあ、お化粧を、本当にお化粧ですね、グローブの手入れをお顔の手入れみたいにちょっと例えてみたんですけども、そういった風に流れで、やっていきたいと思います。まあ、ちょっとブラシでパパッと砂ぼこりとかを落としていきます。うん、まあ正直これだけでもある程度落ちそうっちゃ落ちそうなんですけどね。黒土のグラウンドでも使った時はまあやっぱ雨降った翌日だったのでべっとりはしたんですけど、逆にその乾燥したタイミングでやるとそれでもポロポロとは落ちてくるので、まあ、どうしてもね汚れとかは残っちゃうんですけど、その土っていった感じの汚れは出ますけど、砂っていった汚れはこれでもパラッと落ちるのかなと思います。はい、じゃあまず汚れ落とし出していきます。はい、出しまーす。はい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 、めっちゃ出てくる。うん、こんだけあれば大丈夫でしょう。ちょっととろみがかってるかな、今出した感じでも。出る間口が大きいって言ったらいいのかな。なので出すときちょっと僕今失敗しかけちゃいましたけど注意してください。じゃあちょっと汚れ落としていきます。あ、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる。あ、すっげえこの落ち方。ああ、感動系の落ち方するっす、これ。そうですね、ちょっと光の当たり方で見えづらかったかもしれないんですけど、さっきかなり落ちてますね。だからこことかすごい見やすいかな。めっちゃ落ちますこれ。そんなに強くゴシゴシやらなくても落ちるかもこれ。え、めちゃくちゃいい。今までここまで落ちた汚れ落としってないんじゃないかぐらい。まあやっぱレザーローション系なので伸びもいいんですけど、さっきの量でほぼいけるんじゃないかな。あ、やっぱりちょっと石油系の匂いが強いです。そしてなんでご使用の際は、換気したところとかちょっと広いところでやるのがいいのかなと思います。背面は汚れてないな。うん、ほらめっちゃ落ちましたよこれ。多分ねビフォーの時にしっかりと取れてなかったかもしれないですけど、汚れはマジで落ちました。はい、いやーすげえこれ。水分が多い系の、オイルなのでそのまま乾かさずに、塗ってしまうとオイルで水分閉じ込めちゃう可能性があるので、ちょっとここで待ちます。じゃあ先に外側の
ツヤ出しオイルを塗っていこうかなと思います。シャインと書いてあります。中身はもうなんか普通の固形のオイルって見た目はそうですね、ちょっと白めかなという固形オイルで、まあ、こちらなんかこんなでっけえ車洗車する時のスポンジみたいなのが入ってたので、ちょこちらで軽くスーッと塗っていきます。うん、塗っていきます。じゃあささっとね、こういう風にどうなのかな、革質自体がもちっとしてるからっていうのと、まあ新品にほぼ近い状態なんで、どういうツヤが出るかとか、まあ使い込んだツヤはちょっと出づらいと思うんですよね。その中でどういう感じでくっきりとツヤが出てくるのかなっていうのが気になります。結構浸透されやすいかな、これも。これ塗るとき結構注意した方がいいかもしれないですね。乾かしとかのタイミングとかも注意して伸ばしていくのがいい感じのオイルはしますね。ちょっとダマになりやすい場合もあるかも。段差とかあったらグローブに。まあ全面に行き届いたかな。はい、じゃあこれで一応全面には行き届いたので、じゃあね、もうアイゴールドさんの鍋つかみみたいなムートンでちょっとガーッとやっていきます。これほんといいっすよね。マジで買おうか迷ってるんですけど。これ確か3000円ちょいぐらいだったかな。ちょっとね、光の当たり方があるんであれなんですけど、ツヤは出てます。新しいグローブって、その革本来のツヤが出づらいんですよ。なんで、こうやって、ツヤを出したいのであれば、油分があるオイルを使って、こういうムートンだったりとか、あとローリングスさんの靴下みたいな、こっちですね。まあこれがちょっと高いってなると、これがあるんですよ。これをこうやって手にはめて、これでも全然ツヤは出ます。ただこれって結構ダマになりやすいんで、そう、こっちの生地がダマになりやすいんで、一番はムートンかなとはやっぱ思いますね。ツヤは出てきております。はい。使い込んでちゃんとお手入れすればもっとツヤが出るんじゃないかなっていうイメージがしますね。いやーすげえこれ。てかこんなにツヤ出る。ちょっと光の当たり方的に分かりづらいかもしれないんですけど、ツヤは出てきてます。はい。OK かな。じゃあ最後に、ちょっと順番は逆になっちゃったんですけど、乾かし終わって、いいタイミングなんで、ちょっと中の方の作業をしていきます。はい。じゃあまず中の方の化粧水っていったやつですね。潤いを与えるオイルになります。あ、白いんだ。中。まあプルプル系のオイルですね。クリーム系のプルプルした白いオイルなんで、ちょっと塗っていきます。こんな感じですね。なんでちょっと伸ばしながら丸く円を描きながら、あ、しっとりする。これ、あ、すごいわこれ。めっちゃ伸びいいっす。これすごい伸びてく。で、伸びるオイルって結構一発目塗った時にダマになりやすいオイルとかあるんですけれども、そんな感じ全然ないっす。もうさっきちょっと蓋についてたところを取ったんですよ。なんか僕貧乏症なんで、蓋とかについてるのから取ってっちゃうんですけど、補給面全体にさっきの蓋のついてたやつだけで潤いが出てきたようなイメージがあります。あ、もうこれ大丈夫だ。ほんと少量しか取ってないです。ほんと少量しか取ってないんですけど、全体に潤いが行き届いてます。はい。で、今塗ったんですけれども、この次、まあ、最後の仕上げだよってグリップってさっき言ったんですけど、いや、なんか今いいかなっていう。で、さっきのすっぴんから、ちょっと化粧水をかけただけみたいな状態でも十分いいです。凄まじいです。これドクター K のグローブオイルセットなので、これは好みでいいかなって実際のところ。で、まあまたちょっとこっから乾かさないといけない工程があるので、正直今日はいいかなっていう。本当にこれだけで、妥協とかじゃなく、これだけで本当にいいので、ちょっとこちらで今日は逆に止めておこうかなと思います。僕もともとオイル塗るときってレザーローション塗って乾かして、でその後保湿用のオイルを塗った後にかなり時間を置いて、でその後にグリップ系のオイルを塗るっていう、まあ、ルーティンがあったので、今回はちょっとこの動画でこれは止めておこうかなと思います。やっぱ乾燥させてね、できるだけ重くなるのを防ぐっていう意味でも、重ね塗りとかもあんまり良くはないので、まあそういったところで申し訳ないです。ちょっとレビューがおろそかになってしまったんですけども、重くしたくないという意味でのストップなんで、そこはちょっとお許しください。お願いします。はい、ということで本日は、こちらのドクターケアのグローブオイル、まあレザーローションなりオイルなりツヤ出しなりを使って、こちら玉沢の、11月の、視聴者さんのプレゼントの、グローブを今日使ったので磨いていきました。ちょっと本当にこのオイルすごすぎるな。
っていうぐらい、あの語彙力がなくなるぐらい本当にすごい大売りだったので、ぜひちょっと皆さんご興味ある方は、いろいろチェックしてみてはいかがでしょうか。引き続きちょっとこちらの方もね、11月なので皆さんコメントとかよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、あの、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Yeah.